皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、結婚発表してからもう2ヶ月近く経つのかな、なんですけれども、未だにね、皆さんにおめでとうと言ってもらえて嬉しいんですけれども、今日はですね、リクエストでいただいていたあかりん的ないい嫁感のあるメイクやってくださいみたいに言われたので、今日はそれに挑戦していこうかなと思います。あんま意識してやったことないんだけど、頑張っていい嫁になりたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの実力動画スタートです。じゃあ今日はね、スキンケアからやっていこうと思うんだけど、最近使ってる朝用洗顔のおすすめがございますので紹介します。こちら N オーガニックのホワイトクリアジェルウォッシュっていうものです。こちらね、なんかこんな感じのジェルタイプの洗顔です。これ朝にめっちゃ良くて、朝用の洗顔として成分にめちゃくちゃこだわって開発された商品やねんけど、泡立つとかは全然ないねんけどさ、なんか古い角質とか、あと、まあ、皮脂とか、そういうのがさ、顔にさ、残ってたりとかするとさ、まあ、メイクのり悪くなると思うねんけど、私さ、朝さ、基本的にもう最近洗顔するようにしてんねんけど、なんか乾燥が気になるからって言ってしてなかった時期があるのね。水洗いだけみたいな。そうすると、やっぱりメイクのり悪いなって感じたりとか、やっぱりちょっとなんか肌荒れするなって感じるから、朝洗顔入れるようにしてんねんけど、これは角質除去と保水が同時にできる洗顔なのね。だからメイク前の肌のこう土台作りにすごいぴったりなもので、やった後本当に突っ張る感じがなくて、カサカサせず、乾燥肌の人もちゃんと使える朝用洗顔って感じで、洗い上がりがねすごいスルッとしてくれるから、これが好きで、泡立ったりとかはしないから、なんかそれも楽っていう感じ。朝から泡立ってるそんな余裕は私にはないですから、なんかそれも楽やし、いいんですよね。全体的にちょっとマッサージとかしつつ洗い流していきます。ちょっとこんな感じで、よし。なんかね、すごいもっちりする感じ、突っ張ってるって感じが本当にないです。何回もすすがないといけないものって朝からちょっとめんどくさいけど、すすぐ回数もそんなに多くなくていける、割とすぐ流れ落ちてくれるけど、なんかもっちりしてる。なんかまだ何も塗ってないけど、突っ張ってる感じが全くなく、スキンケアして化粧水とか塗った後みたいな感じになるのが好きです。もう動画撮ってる頃には終わってんねんけど、結婚式なんですね、もう今週。だからちょっとね、泣いた時用にマツエクしてるんですよ今。卒婚の時もやったから、あ、やろうと思って。じゃあ化粧水2本目パス使っていきます。パスのブラックエッセンスです。なんか割といつも導入化粧水とかブースター系使うんですけど、パスは直塗りの方が調子がいい気がする。だいたい3回くらい塗っていきます。化粧水の入りもこの洗顔いい気がすんねんな。乳液は N オーガニックのモイスチャーバランシングセラム。これメイク前に、なんか美容液も一緒にって感じやからシンプルでいいよね。もっちりしてくれるけどベタつかず、メイク前に使いやすい。あといい匂い、これめっちゃ N オーガニックね、香りが好きです。メイク前に本当に結構おすすめよ。あんまり朝用とかっていう感じで歌われてないけど、私はねメイク前にいいなって思ってる。メイクさんも使ってる人多いな、メイク前に。うんうん、最近はうっすらクリームを塗るんですけど、今日パス使っていきます。本当にね、うっすら、ちょっともうさ汗かくようになってきたから、薄くこんな感じで塗り広げていく。でもこの一層結構大事で、ウォン先生とかも必ずメイク前こんな感じで薄くクリームで一層塗ってくれるから、それしてるとメイクの持ちがいい気がするから。あとやっぱ土台作りですよ、いい嫁感っていうのはね。肌が綺麗な方がいいと思う。私はそんなに意識してメイクしたことないけど割と自分受けなんでね、私はあんまり旦那受けみたいなのは気にしないですけど、このもちっとプルッと感が大事で、こんな感じでスキンケア完了したので、移動してメイクしていきたいなと思います。では早速メイクやっていきたいなと思います。まずピンクっぽく仕上げていきたいので、エリクシールのデイケアレボリューショントーンアップ SP プラス AA 使っていきます。満たされてる感ある肌に仕上げていきたいから、まず日焼け止めも兼ねてピンク塗っていきます。これトーンアップするって言っても、血色感ある感じにトーンアップしてくれて、あんま白くならないので自然だから、全部に塗れるのがやっぱいいよね。最近こう薄くしっかり広げるのにハマってる。やっぱでもマツエクするとちょっとケバい、なんかすっぴんの時にめっちゃ思うねんの、あれちょっとケバいかなって。そしたらちょっとだけこの辺に高さ欲しいっていうのと、立体感つけるために、あと崩れにくくするためにアイシャドウベースも仕込んでおきます。すごい下地が思った以上に人気が出て嬉しい。みんな使いやすいみたいな下地にしたので伝わって嬉しい。高さ出したい位置と崩れにくくしたい位置に仕込んでいきます。
で、これをベビーパフで叩き込んでいきます。メイクさんからこのパフがすごい人気で嬉しい。なんか技術いらず簡単に塗れるから、人に塗るときも多分塗りやすいんやろな。で、ファンデーションはアイサレファンデの03番使っていきます。こうやって出したら確かに暗く感じると思うねんけど、結構伸ばしてね、いくとそのワントーンアップさせたい人には確かに暗く感じんねんけど、馴染ませたいって思うなら多分これぐらいの色味でいいと思う。私も基本的に明るい方だと思うんですけど、肌の色でも馴染むから。ただまあ明るくさせたいっていう人とか、最初ワントーン明るく仕上げて馴染ませていきたいみたいな人には暗く感じるかもなっていうのも、なんかいろいろレビュー見てて思いました。明るいカラーは絶対作るべきなんだろうなとは思うねんけど、ただなんか白浮きしてる人もやっぱ多いやん。私ももともとファンデーションすごい浮いてるって、首と色違うってずっと言われ続けてきたから、めっちゃ気持ちわかんねんけど、いろいろメイクしてて思うのと、あとメイクさんにメイクしてもらって思うのは、首と同じ色使った方がお上品に見えるよね。なんか私の最近の塗り方は全体的に薄く塗り広げて、ここに残ってるやつをパフに取って重ねたいところに重ね付けしていく。めっちゃカバー力求める人はそこまでカバー力高いわけじゃないので、ただ重ねたらそこそこカバーできるって感じやから、買っちゃってんと思ってる人、カバー力ないなと思ってる人は重ねてみてください。はい、こんな感じです。ちょっとこの辺の赤みとか気になるのでコンシーラーしていきます。コンシーラーはディオールスキンのフォーエバーコレクトコンシーラー 00.5N です。こんな感じで置いてパフでポン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 。でも私の最近のベースは本当割とこれが多いな。このツヤ感必ず作ります。ただちょっとやっぱ熱くなってきたので、パウダーはね使うようになってきた。だからパウダー必須で、コスデコの101番一番使ってます。筆にとって眉毛の中とかにもしっかり塗りつつ、お鼻なんか割と全体的にのせてます。パッてこれもトーンアップしてくれて明るく見えていいよね。ではここでチュルルングロス塗っておきます。01番ね。アイメイクはまずイージーアイライナーの03番おねだりピンク、これを目の下に先に引いておきます。あんまり濃くできひんから今日はこんな感じで粘膜拡張させて、あと岡田さんに教えてもらったこの辺のくすみをね延長させてデカめっぽくしていきます。あのメイク動画すごかったよな、岡田さんの。めっちゃ長尺になっちゃったからさ、大丈夫かなとかって思ってたけど、みんな見てくれてて何回も見ますって言ってくれて嬉しかった。こんな感じで粘膜とくすみをちょっと拡張させます。ほんならちょっと先にこっち本能のヌードベージュ使ってこう。ちょっとまずこの明るい色でちょっと全体のくすみを飛ばします。ちょっとあのねまつげ美容液休憩中やからマシやな、くすみが。で涙袋にも塗っていく。今ちょっとコンタクトがさ調子悪くてさ、洗いに行くついでにさ、いい嫁感みたいなのをちょっと聞いてきたんですけど、モリモリはあかんらしい。やっぱそうやんな。なので涙袋もナチュラルに塗ってる感なく、この本能のヌードベージュの明るいカラーでぷっくりさせます。でも結構なんか漏れてしまった、どうしよう。上を控えめでいくか。そしたらここやな、あこれ愛嬌のピンクブラウン、ここ、このベースのカラーをほんまにうっすら。でもいい嫁感あるメイクしていくのってどこ？多分家族に会うとか旦那の友達に会うとかそういう感じやんなって考えると、あんまり濃いのは違う。ただ私今日マツエクしてるからだ、濃いな。これぐらいで止めとこうか。で同じベースのカラーをちょっとだけこの三角ゾーン埋めないように目尻側にのせていきます。さっきのこのピンクのラインとちょっとつながる感じかな。なんかでもふわーって愛嬌のある感じが多分いいと思うね。このまま涙袋も黒目の下だけ影を、こんな感じかな。でラメラメにはしない方が良さそうだから、アイキューのピンクブラウンのここ涙袋の中心に、なんかアイシャドウいつも濃くなりますみたいな人はこういう本能のヌードベージュのこのベースの色とか、それこそビアイドルのごまかしシャドウとか、ああいうのを下に仕込むといつも濃く出る色もうっすら出るのでやってみて。でアイラインを目尻に影つけるぐらい、さっきのピンクより細くこのイージーアイライナーの茶色02番で、そうか、ちょっと素朴な感じがいいらしい。私素朴感ないもんな
じゃあ上は普通にマスカラするならもうなんかナチュラルな感じでいいと思うねんな。けど私今日これ以上なんか塗ったやばそうやから、ちょっともうスクリューで溶いとくだけにしとくわ。で下をアイドルグレージュほんのちょっとだけ。まつエクもね若干グレージュっぽいカラーがついてるので合わせます。こんな感じかな。もういつもやったらもうちょっと塗りたいとこやけど止めとくわ。そしたら眉毛ルナソル使っていきます。まずはスクリューで溶いて、ちょっと眉毛で素朴な感じで出していくわ。じゃあ頑張って、この薄い2つ。なんかあんまこうラインがしっかりあると強そうに見えるから、ふんわりふんわりで描きつつ、こうスクリューでぼかしつつ、このインウイのねピンクブラウン毛のないところは埋めていきます。なんかいつも結構割と細いさアイブロウペンシル使うねんけど、今日はちょっと柔らかめの感じで、あんまり角度が出ないようにしたいな。むずい、今までのなんかシチュエーションメイクで一番難しいかもしれん。ここがこうちょっとこう平行になると強めの印象になるから、上丸く下まっすぐみたいな方が良さそう。でちょっと最後にこの薄いカラーでなんかこうふわふわにしていきます。柔らかく柔らかく。え、なんかノーズシャドウとか入れたかったけどやめとくわ。でピンクにします。眉毛05番ロブアント。でいつもちょっと眉頭立たせ気味やねんけど、ちょっと寝かせます。なんかハイライトをねあんまギラギラさせたくないから、パウダーをもうちょっとこの辺とかには塗っていこう。ちょっと重ねて鼻先だけ、この炎のヌードベージュのここね、鼻高くなるから、ここ鼻を高くするために作ったハイライトやからね私。ここだけこれちょっとここだけキラッとさせていただきます。どうどうどう。でチークはぼんやり大きくのせた方が良さそうやから、フジコの水彩チークの02番、やっぱここはコーラルピンクに頼りたい。これをベビーパフにとって薄く広く、なんかちょっと染まってますぐらい。なんかチーク主張激しいとさ、なんか気強く見えへん、だから薄く。でも立体感欲しいのでディオールのグローマキシマイザーのピンク、これもベビーパフにとって中心に、ここにねやっぱツヤがあると満たされてる感じみたいなの出るから、でもなんか素朴って難しいな。でちょっとワンモアの01番で人中は短縮させたい。で口角もちょっと上がって見えるようにここね。でやっぱここは愛されピンクじゃないでしょうか、ツヤプルリップ。私こうツヤプルの中で一番好きな色愛されピンク、絶対ポーチに入れてるもんな。どう？いつもより素朴？いやなんか私って素朴感ゼロすぎてむずいな。あ、ちょっと待って。眉毛がなんかちょっと濃い気がするな。もうちょっとこうぼかす？もうちょっとこうこういう色でふんわりさせた方が良さそう。ちょっとシェーディングしようかと思ったんですけど、ちょっとベビーフェイスな方が可愛くないですか？あんましんどくわ。ちょっとこのまま髪の毛セットしてみます。着替えて髪の毛もやってみましたがどうですか？正解なんか私もまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないので正直正解は分かんないんですけど、でもいつもシチュエーションメイクをやってる私がやるならこうかなみたいなのに持ってったけど、ちょっと今日日曜日でいてるからどうって聞いたら、最後服装で持ってってんなって言われた。めっちゃいい嫁感ある服あったわ。でも私が意識したポイントで言うと、全部あとちょっとやりたいっていうところで今日は止めてます。眉毛ももうちょっとこうキリッと描きたいところをふんわり描いて、眉尻もちょっといつもより短めで止めてたりとか、アイシャドウもかなり薄めでいってて、まあその分ちょっと大きく目は見せたいから涙袋は盛るみたいなとか、まあ粘膜拡張させたり、このちょっとピンクのね目尻ライン岡田さんに教えてもらったやつやったりとか、チークもあとちょっと塗りたいなってところで止めておいたり、リップも本当はもっとプルプルにしたいけど
あとちょっと塗りたいってとこでこう止めておくみたいな感じでやってみました。でも肌だけは綺麗に見せるみたいなのをすごい意識して、やっぱ中にちょっとピンク感入れてた方がいいと思う。ふわって明るいなんか愛嬌ある感じに全体的に見えるから、ピンク入れといて、でまあちょっとこう部分ツヤみたいなのを意識しつつ、テカテカとかはあんま良くないと思うからパウダーもしっかり入れつつ、あとはもうね、服と髪の毛で雰囲気出していく、ここがポイントだと思う。わかんないけどね、私もまあ正解をまだ知ってるわけじゃないので、結婚するとさ、旦那さんの友達に会うとか多分皆さんも多いと思うんですよ。家族絡みが増えたりとかね、私あんまり意識しなくて結構自分受け狙っちゃうタイプなんですけど、やらなきゃいけない瞬間ってきっと出てくると思うから、そういう時こうするかなみたいなメイクをやってみました。こういうのもね、できるようにしておくと困らないかなっていうのでやってみたけど、どうかしら合ってます？メイク動画メインみたいになってますけど、違うの、今日は紹介したいのがあって、これですよ、これ、はい、Nオーガニックのホワイトクリアジェルウォッシュ、一番最初に使った洗顔ね、こちらなんですけど、まあ、今日 Nオーガニックさんとのコラボ動画で、最近私が使ってる朝用の洗顔なんだけど、これ使うとね、やっぱメイクのりいい気がするんですよ。メイクする上で土台作りってめっちゃ大事だと思うんですよ。そのね、土台を洗顔で作れる、そんな気がするので、最近朝用洗顔なんかしっくりくるやつがあんまりなくて、いいなって思うものちょこちょこあってんけど、毎日使いたいかって言われるとうんってものが多くて、これに出会えてすごい良かったので紹介したいなと思って、今日はこの動画のコラボさせていただいているんですが、このホワイトクリアジェルウォッシュは2種類のジェリーが入ってて、こんな感じのジェリー状になってるんですけど、先に崩れる柔らかいブースタージェリーの後に時間差で美容成分が入ったジェリーの粒が潰れるらしく、そうなんかちょっとこうつぶつぶしてるのがわかると思うんですけど、その時差で美容成分が入ったジェリーの粒が崩れて角層にこう浸透するようにめちゃくちゃ研究を重ねて開発された洗顔だそうです。でこのジェリーの粒がくすみの原因になる角質とか皮脂も巻き取って洗浄してくれるらしい。だから手にあってもね、やっぱこうちょっとつるっとしてくれるというか、なんか若干ちょっとこうトーンアップするというかね、つるつるになるって感じがするから、メイク前にゴワついてたりとかするとやっぱメイクのり本当に悪くなるし、なんか私メイク崩れしやすいとか、ファンデーションが綺麗に乗らないですとか悩んでる人、結構やっぱ土台の見直しってめっちゃ大事だと思うんですよ。だからメイク崩れだったりファンデのノリが悪いって悩んでる人とかにもすごい使ってほしいアイテムになってます。あとね、これすごいなって思ったのがもう一つあって、朝さ、お湯で洗顔すると余計乾燥するなって感じるし、ぬるま湯でしましょうとか水で洗顔する方がいいですよって聞いたことある人も多いと思うんだけど、これは32度以上のお湯に反応して保湿成分が流れるのを防ぐヒートショックバリアっていうのがあるらしくて、こんなんある洗顔聞いたことないねんけど、だからまあこれ使うとお湯で洗顔しても突っ張らず洗い上がりがちゃんとしっとりしてくれるっていうようなこう機能が入ってるみたいなので、まあ動画の最初に言ったように、こう朝洗顔するとこう突っ張りやすいからって言ってね、水だけで洗顔する人も多いと思うねんけど、このね洗顔は洗い上がりの方が水分量、肌の水分量がアップするように作られてるので、私と一緒で乾燥が気になるっていう方にも本当におすすめで、化粧水とかと違って洗い流すものだったとしてもなるべくお肌にいい成分が残るように開発されてる商品みたいなので、朝のメイク前にぜひ使ってほしい、そんな商品になってます。上半期朝用洗顔なんかこうビビッとくるものなくて、ベスコスどうしようかなと思ってたけど、これに決まりっていう感じでした。はい、ということで皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。今日はですね、いい嫁感のあるメイクに挑戦してみました。まあ、ちょっとこれ正解かどうかわかんないので、ぜひコメント欄でもうちょっとこうしたらみたいななんかアドバイスがあれば教えてください。皆さんのコメントも楽しみにしています。ということで今日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あかりんことしなかりでした。バイバーイ。